こんばんは。洗濯期限がライバー王の、なんかね、予選の時期からも選ばなきゃいけないってことか。進出する決勝の決定方法。あ、13日までにライブタグつけなきゃいけない。 RS リーグか R リーグ、どっちにしようかな。どっちって言ったっけ、私 R だっけ。R か、 R リーグね。これつければいいのか。ライブタグ OK ついた。こんばんは、ラモン。キラーク手持ちがないので日焼けした雲だけど、ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ可愛い雲ギフト。こんばんは。ちょっとウェルカムコメントとテロップだっけ。ライパーを、これクマとライバーを、クマとライバーを、ライバーをだってる。ライバーを投げれない、なんで、なんだよ、なんでか。18時から10時までなの、平日って。あ、そんなのあるんだ。そういうことね。じゃあそこまでの時間で一回配信しなきゃいけないってことか。18時から10時までの間で、そういうことか。こんばんは、どうも。でねん、ウェルカムコメントか。同じ時間投げれる時間、そういうこと、そういうこと。タレントも、同じ時間ってことかな。テロップかけ、テロップじゃない、ウェルカムコメント。まだ一週後待つ。時間か、そういうことね。あ、つもの方ありがとう、こんばんは。ウェルカムコメント書いてる。すみさえさんとワイパルさんかな、合ってるよね、2人と。すみさえさんとワイパルさん、2人とも今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。土日12時から2時、20時から10時、そんな時間制限あるのね、このイベント。イベントじゃないか、ライバーを。こんばんは、どうも。こんばんは。リンさん200回目の訪問ありがとうございます。たくさんありがとう、はい、ありがとうございます。こんばんは。時間制限、おい、歯
のギフト投げれる時間。あ、フグがiPhone の充電器で遊んでるんだけど。やめてよ。フグさん、こっちにおいで。あれ、おもちゃ。こっちに置いてんのか。それダメだよ。iPhone の充電器で。ダメだよ。全然来ない。許可タウンズ15人。あ、3人増えてる？クロケンさんと、キュジンオサルさんと、ポポさん。3人とも今月はありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。許可タウンズ、あ、10人読めてなかった。キョーシーさん。キョーシーさんも今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。に構わな、俺だけに構わ、俺のコメントをすべてお前誰だよ誰ですか。ブブさん、あ、でも遊ぶのやめたかも。偉いぞブブiPhone の充電器で遊んでた男性しちゃう、やめてよ。こんばんは、どうも。よいしょ。こんばんは、みんな。クマ、ありがとうございます。日焼けクマ、ボケてるクマもありがとうお、花火レベル12達成、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ルーも充電したい。充電どうしよう、ブブさん。そらともさん、200回目の訪問ありがとうございます。たくさんありがとう、ありがとうございます。次を、なんだっけ、猫じゃらしで遊び始めちゃった遊びたいのか、後で遊んであげよう。高橋さんは今日昼足はしてないよ。月曜日はしない、してない。あ、まあまあ、どうも。ケーブルであやとり無理でしょ無理よ。あ、まあまあ、どうもブブブブ、夏バテ大丈夫よね。遊びたいお年頃、あとで遊んであげるよ。月曜日はしないと、なんか理由。月曜日は、お昼は、イベント開催されてない？私、いつも月曜日の18時に始まるイベントとに出てるから、今回はライバーもあるけど、ライバーも18時からだよね。だから、毎回月曜日は、毎週か、お昼配信してないです。こんばんは、どうも。ライバーゲットは平日土日、9月10、16日投げられる時間が違う？むずい。むずい。おまは、じゃあ後で見とくわ。そう、日曜日終わりが多いから、イベント。こんばんは。どうも。できた、まさか。こんばんは。どうも。みんな詳しい。詳しい。リップ薄いな。こんばんは、たまん。今日何時までやろうかな。1時ぐらいまでやろうかな。出る前とか。2時間中。3まではやんないよ。やりたい。OBS いいか、ごめん。オッケー、よいしょ、いいっす。よかった、まず16人。くさみゆぐさん、今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとう。こんばんは、夜までやろう。夜いつも通りよ。クマギフトがなくて困ったって言おうとしたら、1ゴールドから日焼け？日焼けクマ1ゴールドからです。1ゴールド、50ゴールド、100だっけ、その次100ゴールド、あ、じゃあ1ゴールド、50ゴールド、1000ゴールド、1万ゴールドですかね。
あるやつ。なんかいっぱいある。あ、今期間限定ランキングもやってんのか。難しい。これあれですね、ギフトランキングもあるわ。全部こんばんは。82位になった。ほんとだ、ありがとうございます。はい、こんばんは。よいしょ。主に日焼け専門、日焼け専門ありがとうございます、皆さんたくさん。こんばんは、どうも。クリスタルのやつは、この、ね、なんだっけ、ファンの方のやつなんだよね、それ。最強ファンランキング、これですね。でもこれで10位に入ったら、レインボースターもらえたり、私 R リーグだっけ、 R リーグの応援ギフトがもらえたりとか、あと最終的に2位までなったら特別アンバサダーの指名権もらえたりとか、なんかいろいろ特典がある。これも大事。難しい。よかった。まず17人、スペースランナーウェイさん、今月もありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、どうも。のこと世界チャイしてるし、応援してるからキラキラたくさんだけど、ギフトもあげる。ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは。たくさん、なんかいろいろあるのね。じゃあこの時間に投げてもライブアワーとか関係。え？ライブ？これのギフトは、あれ、あんま大丈夫なんじゃない？なんていうの？この。多分。え、ライバーだけじゃないの？ギフティングの時間が決まってんの？違うのかな？これだけじゃない？ライバーとか。こんばんは、どうも。今日買ったまず18人、キッシーさん、今月もありがとうございます。ありがとうございます。みんなクマありがとうございます。キッシーさん、氷クマ、氷になったクマ、ありがとうございます。ありがとう。クリスタルクマは、最強ファン決定戦だっけ、最強ファンランキング決定戦じゃない、ランキングってやつで、これはファンの方のランキングなんだけど、リスナー側っていうの、ファンの方のランキングなんだけど、これも上位に入るといろいろレインボースターもらえたり、R リーグ応援ギフトのやつがいっぱいもらえたりとか、いろいろある。そうね、500円までレインボースターもらえるから、クリスタルのやつもあれですよ、なんていうの、クリスタルのやつもあるやん。こんばんは、でもライバー王になったら、ライバー王なんかね2つあるんだけど、種類が S リーグ、 R リーグあるんだけど、それになるとアンバサダーになれる。アンバサダー1位が最優秀、2位が優秀アンバサダーなれて、アンバサダー報酬が3ヶ月間もらえるっていうのと、アンバサダー限定のルーム背景になるってのと、あとは任命式へ出れるとトロフィーとクマのぬいぐるみもらえて、あと私は R リーグの方に、あ、 R リーグの方にライブタグ設定してるから、 R リーグは、ショールームアンバサダーとしてサービス内公式 X でご紹介、ショールームの案件のキャスティング、さらにファンの方との絆を深める企画をショールームがお手伝いします。だからオフ会のサポートとか、公式スタジオを活用した特別配信グッズ作成とかをショールームが手伝ってくれるらしい。1位2位、まあ2位までしかないんだけど、
S リーグ、R リーグどっちもそう、すごくなれるらしい。こんばんは、どうも。よかった、まず22人めっちゃ増えてる。と風と海とさんとママさんとおいちゃんさん、3人とも3ヶ月間違えた、あの今月間違えた今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。わかんなくなっちゃった。ありがとう。みんなたくさん雲ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。海賊王に、海賊王のブブさんになるの。海賊王、嘘でしょ。よかったもん、23人、コロちゃんさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね。アンバターじゃない、アンバサダーよ。アンバサダー。67人すぐ、ほんとだ、もう67人。ありがとうございます。ありがとう。ナイパーを。よいしょ。海賊王、ギャング皆さん、ギャングなの。あんな可愛い見た目しといて。ギャングなの。こんばんは、どうも。3ヶ月間違えた。これ3人に釣られちゃった。今月って言いたかったの。今月もって言いたかった。どこでギャングしてるの。確かに。険しい顔は確かにね。そういう模様なんだもん。ブブの。顔の毛が。仕方ない。アンバサダー?アンバサダー?ライバーゲットは視聴とコメントでチャレンジから、あ、確かにこれ無料ゲットだもんね。ライバー王もタレント王もちょっと明日からは18時から10時だっけ、投げれる時間10時までの間一回配信しようかな。模様仕方ない。クマのぬいぐるみはライバー王の決勝に残って、ちょっと待ってね、2位までに入ったらもらえる。トロフィーとクマに行く。どうもクマです。クマの。どうもクです。いつもお世話になっております。どうも。もう時間寝てるよ。起きてるよ。大丈夫です。します明日から。知らなかった。普通に今日。ユーティングのできる時間決まった。金さん、氷クマ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。こんばんは。どうも。前髪伸びてきた。そろそろ切るか。伸びたらさ、なんかさ、いつもつけてるピアスのさ、パーツが取れててさ、クマのピアスつけてるんだけど、右耳。これ。今違うのつけてる。取れてて。うん、ずっと直すのめんどくさくてさ、さっき瞬間接着剤でくっつけてきたから、瞬間接着剤でもさ、ちょっとさ、厚みがあるから、なんていうの、つける部分が。だから、今放置してる。くっつけてる。うん、ハロイ。レベル14達成、ありがとうございます。はい、どうも。今日はナイツさん、リンボスター、ありがとうございます。はい、どうも。だから今日は違うのつけた。リボン。いつもと違うやつ。あれ、ちょっと。今つけてる。瞬間接着剤。大事の買わなきゃな、クマ。めっちゃ気に入ってるんだけどさ、クマのやつ。なんか、何回か取れてるんだよ。いつもと一緒かと思った。見えないもんね。こっち、いつもこっちがコメントあるから、こっち側向いてるから。こっち側。リボン、今日。なんかリボンとチェーンのやつ。これなんか、シャフトっていうの?長さが短くって。つけづらくってさ。これ結構、クマと一緒に買ったの、クマのピアスと。でもなんか、つけづらくって。全然、初めてつけた。なんか、つけれなくて、いつも。難しくて。リ
人に瞬間接着剤あるタイプの人なんで、そんなやってる接着剤あるよ。お前なんで買ったんだっけな、忘れちゃったけどこんばんは、どうも2度目の方ありがとう。今日買ったもつ24人、うまみさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ライバー王のゲート、そう、ライバー王とタレント王、なんかどっちも時間、なんか投げる時間が決まってるらしい。クマのピアス、そう、いつもクマのピアスつけてんだけど、ここ、まあまあ、いつもでもほぼ見えないけど、こっち向いてる。今日は壊れたから、今くっつけてる。だからリボン、ここも可愛いけどよかった、まず25人、チームアットマークリリーさん、ファンデベルじゃない、ファンデベル10だ、当たり前だ今月もありがとうございます、ありがとうございますこんばんは、アロアルハ、なんかわかんない、アロアルハわかんない、なんか100均に売ってるよね、瞬間接着だって。100均で買ったやつ、なんてやつかよくわかんない決めかった。うちも100キラってこと？あ、ありがとうございます。クマのネックレス。クマのネックレス持ってたっけ、そんなの。いや、あるあるある。クマのネックレスもある。ずっとつけてない。相当前じゃん、私つけてたの。つけたことある。なんかいつかの、めっちゃ前のお話からつけたことあるわ。最近ネックレスつけない。耳はくっついてない接着剤、いやこれじゃないもん、今あのくっつけてるやつは僕ここに置いてるシャンフォルト購入の特典、タレント王のギフトで優先したタレント、あ、まあ確かに、あとね、ライバー王はね、予選で今やってるのが16日まで、あ、ちょっと16日までが予選ね。えこれなんか順位に応じてなんかあるのかな、ないよねきっと。あ、でも、あ、ライバー王って、その、ライバー王のやつと、ジャンル応援、タレント王両方カウントされるみたい。で、上位50位以内にランクインしたら、あの、なんだっけ、決勝に行けるよってやつなんだけど。確かに、タレント王の方がいいかもね、優先。タレント王は、ジャンルの。どこに書いてあるっけ、タレントは16日まで、16日で決まるですね。うん、こんばんは、どうも。じゃあ瞬間接着剤100均で6つ入ってるやつ買った、何個入ってたかな、 3つぐらい入ってるやつ、買った日あ、いいのよ、くっつけは、くっつけは何でもアロアロハじゃないこんばんは、どうも。タレント王の方がいいかもね、ライバー王はタレント王もライバー王もう両方、あのなんだっけ、あの両方反映されるっていうの、対象ギフト、そう、対象ギフトっぽいから。こんばんは、どうも。明日からはします、18時から9時だよね、平日。こんばんは、どうも。ライバー王とタレント王の違いよくわかんない。ライバー王、ライバー王とタレント王の違い？ライバー王が予選応援ギフト、タレント王がジャンル応援ギフト。タレント王はタレント王だけのなんかやつがあるのよ。タレント王だけの、どこに書いてあるんですよ、どこだっけ、あったあった、そう、タレント王はタレントで、タレント王で1位しかないんだけど、得点が各ジャンル1位になると年間ジャンルポイントへ300万ポイント加算される。だからブラックステラ獲得につながるよみたいな。あ、あとあれだ、人気ジャンルライバーランキング
各ジャンルナンバーワン専用ルーム背景、背景がもらえる。と、ショールームのサービス内と、サービス内や公式 X で紹介されるですかね、とか。1位のみだけど。うん、1位だけ。まあでもジャンル別だから。あれですね。まだ、総合がないだけまで。こんばんは。こんばんは。タレント王だと両方、そう、そういうこと。タレント王両方カウントされる。ライバー王のギフトは予選のみ。こんばんは。こんばん。ジャンルタレントです、私。ジャンル、タレント。え、そうだよね。タレント部門にいるはず。このランキングにはきっと、私、今日18時から9時の間でやってないから、あれだけど、タレント部門にいるから。うん、タレントのところ?タレント王ってやつ。芸人じゃないよ。違いますよ。いつから芸人になったら私。違いますよ。アビーさん、時計たくま?たくさん、ありがとうございます。ありがとう。今は基本イベントは全部出る。イベント全部出る。ライバー王の関連イベント?ライバー王の関連イベントは出る。全部。あ、でもこれ、今出てるクマのやつと、来週の、第3弾であるのかな?第2弾までだよね、きっとね。思いを、願いを届けイベント?これ?これかな?これが、連動イベント。連動?関連イベント。これ。これは出る。2度目の方、ゾムの方、ありがとう。こんばんは。ヤスさんも時計たくま。たくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ヤスさん、ファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。はい。ジャンル飼い主。どんなジャンルよ。どんなジャンルよ。うぶさん、今。何してます、ここで。なんでライバーのギフト投げれる時間限定。確かに。今年初めて、毎年なのかな、こんばんは。シリーズ、あ、そう、シリーズ見たくなってる。第1弾、第2弾。今のやつが第1弾。あのキラキラのツッコミで芸人じゃないなんて、芸人じゃないよ。こんばんは、どう?そう、そこ、そうそう、そこは理解できる。どこだイベントあれのイベント、うちの猫がおにむ、うちの猫はもう猫だ、猫二度目の方ありがとう。こんばんは。ブブさんもおにむです、寝てます。タレント力。今日ひなか配信してたの。でそろそろさ期限切るじゃん。あ、7日までか。もう少しあるね。ちょっと、ショーゴールド、カラオケイベントでさ、もらったショーゴールドさ、うちのタオがね、私は眠くない。大丈夫、ブブさんだけ。ブブさんはずっと寝てるから。コラボ配信なんかさ、あれ、ひなこ側がさ、できないんだよね。私、スマホだったらでき、パソコンは対応してないから、なんかコラボ配信に。パソコンはできないんだけど。スマホだったらいいけど、なんかひなこのね、方がないんだよね、コラボのやつが。こんばんは、どうも。うちのタマはいつもお眠い。そんなことない。そんなことない。はじめまして、違いますよ。そうなんや。そう、ひなこのところになんかね、なんだっけな、コラボの、なんかさ、配信するとき、スマホで配信するとき、なんか、あるのよ。どこだっけな、なんかあるのよ、押すところが。開始、最近スマホで配信するのが忘れちゃった。配信開始を押すときに出るのよね、確か。コラボか、普通に配信するか。確か。出るんだけど、なんか、なかった。
そうボタンなんかスマホで配信開始を押したら確か出るのよ、コラボと通常配信みたいな、違ったっけな、確か出るんだけど間違いない。いや無理よ、押せないんだから。連絡なし返信は覚えてくれって、グリップか、え嘘嘘、連絡来てた、じゃあ後で見てみろ。頑張って、1ゴールド、1ゴールド、なんか日焼けしてるやつと、最初のギフトは日焼けしてるやつと、溶けてるやつと、氷のやつと、虹のやつ。それです。対象ギフト。こんばんは、どうも。毎日やってる、あ、なんか違うのよ、パソコンは表示が。違う、パソコンは出ない。コラボ配信ができないから、配信開始のボタンしかないの。配信開始押しても。コラボ配信みたいなやつが出ないの。最近ずっとパソコンから配信してるから。おっかん、忘れちゃった。確かそうだった。どうも、どうも。確かに。パソコンこそコラボできそうな。パソコンできないんだよね。パソコンは、お一人で配信するしかない。フォローありがとう。ありがとうございます。ランキング上がってるわ、気づいたら。40、何だっけ ?48 位。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。今日も京香ちゃんが好きな日高に、私が好きな日高屋。で、日高屋、一回しか行ったことない。一回しか行ったことないよ、日高屋。一回しかね。スマート PC でカラオケの時のダムの表示。あ、そうなのね。確か、笑う。いや、もう最近そうでさ、この配信が浮いてなすぎて、忘れちゃったよ。48。じゃーん。48。強化料理？何強化料理って。どういうことよ。どういうことよ。こんばんは、どうも。初音門の方、二度目の方、ありがとう。なもん。違うよ、じゃあ、48。たわたわ。なんかどうか違う。コラボ？ひなこに教えてもらうってこと？いいよ。スマホは左下、ピシャ右。あ、確かに、ピシャ右上だな、でも。スマホ左下なの。言いたかっただけです。強化料理。どういうこと？言いたかった。買い物行くときブブ連れていかないよ。ブブさん外苦手だからね。苦手だから。ブブさん。もうすごい疲れてる顔してるもん。ちょっと病院とか連れてった。うちにもう200万ポイントなの。今日初日よ、イベント。さすがだな。すごい。こんばんは、どうも。歌詞の教えてくれる？ひなこ。いろいろやってんですね。いや、私の周りはちょっとギャンブルやってる方が多いかも。多いとは、二人か。伊藤ちゃんも、坊ちゃんもね。ほら、ウーさん、逃走してない、ここに。まだいる、ここで寝てる。まあ、ひなこ咳を知ってるかな、ひなこなら。つてある、ブー爆走中、ブブー、いや、寝てるってさっきから。ずっとここで。ブブさん。爆睡。今日米売ってた。今日スーパー行ってないよ。知らない、米売ってたか。最近米売ってないもんね、お米。まだあるからいいけど。ごめん、なくなったら怖いね、どうしよう。ネットだったらあるのかな、ネットで買えば。2度目の方ありがとう。こんばんは。冬の城、洗濯バサミで挟むと楽しくなるの本当です。え、やったことないよ。洗濯バサミで挟む、やったことない。本当なの？え、ウムさんは大丈夫よ、もうおとなしいから。普段がなくなったらお米収穫に行くの、買うんじゃなくて。
そっちなんだ。ちょっと浮いてないな、お米。キャガトムズ26人、大木正義さん、今月もありがとうございます。ありがとう。やっぱりコシヒカリ。お米なんでもいい。特にこれがいいみたいなのないよ。今日期間限定ランキングもあるもんね。そういうことか。だからこんなすごいのね、ポイントが。うまみさん、レインボーさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。山本さんの声、そう、まだ残ってるから大丈夫。頭の方、二度目の方、ありがとう。お米お金出せばある。あ、3倍ぐらいすんの、結構高いね。回転と同時に行けば、え、あるの本当に。アメさん、ファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。こんばんは、どうも。じゃあ、夢ピリカ食べてる。私のなんだろうな、コシヒカリだったっけな。山本さんのお米。今一家族一組制限、その制限もかかってた。中国は夜中にして、どういうこと。昨日買ってきた。ごめん、まあ、私はまだ大丈夫。雑穀米を買いたいんだよな。雑穀米はいつも入れて炊いてるんだけど、雑穀米好きで、うん、なんか私のなんかさ、雑穀米さ、小分けされてるやつじゃなくってさ、小分けされてないのが欲しいんだけど、小分けされてるのしかなくて、なんかいつもいつもじゃない、最近は白米食べてる。ね、私スーパーないね。雑穀米はあるけど、そのお米ない。まあ、あとも、あ、九州って日の光が多いの。うまい、美味しかったよ、あの山本さんのお米。誰が頭光、そのこと言ってないよ、言ってないよ。早く新米出てほしい。新米出たらあれか、少しはよく。みんなの豊かなのは五穀米のおかげ。うわ、そんな毎日は食べないけど。毎日は食べない。前の金は冬のくじに消える。確かに、そろそろよ、7日だっけ、冬のくじ始まりますからね。食べとかないと。レベル16達成、ありがとうございます。あの日ありがとう。ありがとうございます。今日米高いのね。アマゾンで 500g が1100g で1150円する。歌にしてるだけで太らんのやろ。ほんだ、うちには歩いてますよ、私も。ちゃんと白米、あ、そう、白米に混ぜる。あ、6日か、これ。なんでみんなの動画書いてる。いや、買わないとね。こんばんは、どうも。はじめまして、新米です。米になったやつ、米ばかり食べてると意外と痩せてくる。あ、本当に。お米はよ、その毎日食べる。麺が好き。ほんまか。いや、歩くときはめっちゃ歩くよ。まあまあまあ、そんな毎日ではない。毎日はちょっと歩けないですけど。お、46位だ。ありがとうございます。ありがとう。新米詐欺。なんだよそれ。はじめまして、くるこ、ごめん、振る舞いです。うるさい。おかわり自由のお店にタッパ持っていくの、やばすぎる。やばいよ。初詣の方ありがとう。僕は年間契約してるところ。あ、そうなの。そんなの、こまい、こまいってものか、これ。こまいがなければケーキ、なんでケーキなの。無理、ケーキじゃちゃんと。あら、びっくりした。今足元来てた。そっちにどうしたの。足を動かしたらさ、ブフの毛が当たってびっくりした。そうでないときは、たわきっと配信と飯以外はずっとベッド。え、そんなことない、そんなことない。さ、なんか移動してまた寝た。こんばんは、どうも。やるけんでおかわりしまくるから、ありよあり、いっぱいお米食べる。ここ米ってものか、それ。ここ米ですか、それは。
レンドマンを知らない世代。え、あんま分かんない。はじめまして、米粒何よそのシリーズ。2度目の方ありがとう。フォローもありがとうございます。何のでもよくやるのよ、ブブさん。なんか寝てて起きたと思ったら移動してまた寝る。よくやる。家系ラーメンにライス食べ、あ、ライス食べ、でもライス食べ放題でもさ、そんな食べれないよ結局。なんかそんな怖いね確かに。なんで移動して寝る、わかんないよ。ブブがなんかいつもそうそう。レッドブル KTM さん、氷クマ、ありがとうございます。ありがとう。海のお米、え、海のイワシって海のお米なの、初めて知った。飼い主に言うか分かる、分かるわけないだろうよくはみんなこんな感じよ、きっと。かわわと飼い主に言って行動が謎、私もそんな謎嘘ふみさん、ちょっとさ、でも邪魔なんだよね、そこね、椅子がうぐうがさ、ちょっともうちょい奥に行ってもらうわ、邪魔なのよ、これ。ちゃうから、なんか縦この机のさ、椅子をさ、こう収納この家とこに対してさ、こう縦に寝てたから椅子当たっちゃうから、奥に横に横になってます。うわ、足フェチ、そんなことないよ。うさね、ここなんか好きなんだよね、机の下。よく寝てる。イワシが米、イワシは米ではないでしょ。米の仕入れは年間契約と都合があるんでしょ。あ、そうなんだ。知らなかった。こんばんは。魚に弱いで。イワシそれ。感じはよ。米は心を込めて食べてね。いいのよ、ダジャレ。どいてって言ったらよか、どいてって言ってもどいてくれないの。クギュンとエビちゃん元気をここにいます。こういうエビちゃん、海の毛がめっちゃついてる。海の毛いっぱいついてる。いました。取れてくる。うわ、クギュン触ったらめっちゃブブの毛がちょっとコギュンやばい、ブブの毛めっちゃついてる。こんばんは。コメギュン、コメギュンじゃない、コギュンね。めっちゃでかい。2度目の方ありがとう。朝に弱いで多分まあ確かに、確かに。机の足は爪とぎしてない、机の足は爪とぎしてない、あの後ろのキャットタワーに爪とぎついてるから、そこがなんか向こうにもあるね、向こうにも、ケージの向こうにも、ここにケージがあって、その奥にあの爪研ぎ置いてて、そこでもよかった。じゃあもともと米農家で今は作らなくなって、耕作に出して、耕作言い方してる。よ、お米の現物でねえか。あ、そうなのね、お米の農家さんだった。そんな大きいのあった、これ、これ多分あの去年の当たりくじのぬぐるみ、確かこれ。ママは、コメギュンの夢はケーキになることは違うよ。コメギュンって誰ですか。コギュンね、コギュンの夢はおにぎりになることだけど、足元にいる分は謝って蹴ったこと、謝って蹴ったことはないけど、足が当たったことあるよ、何回か。小麦粉はちねると怖いのさ、あれじゃん、なんだっけ、知ってるよ、ちねり、ちねりやつ。壁はそうだ、壁はね、前やってたけど、何回かやられてるんだけど、ここら辺。こことかもやられてるんだけど、うん、あの、去勢してしなくなった、全く。全くしなくなった。壁も、爪継ぎもしなくなったし、マーキングもしなくなったし、めっちゃいい子になった。
松尾の方ありがとう。一番米で当たった。一番米って何をですか。足でお腹をなでてあげてるから。足でお腹なでてないよいいことしかないよ本当に。でもさ、めっちゃおとなしくなったし、いいことですよ。え、本当もうね、マーキング一切なくなった。こんなんブブじゃない。なんてよ、ブブ米とぎはしないの。冷たい米とぎしないよ。あ、そうな方ありがとう。マーキングないね、一回も。おいしゅう、ごぎみゅんくじ。やめてよ、こぎみゅんね。米がなくなれば手伝いでちねるしかない。ちねるか。米粉ちねるか。山田米か、誰ですか。誰ですか。かわわ、わん。うぶさん、うぶさん、いい子よ。楽しい。女性さんと爪とぎ、爪とぎもね、その壁ではしなくなった。ちゃんと爪とぎでするようになった。普通にごじってた。あ、それなら許そう。それなら。いや、病院連れててよかったよ、本当に。立派なツッコミ職人になりましたね。ツッコミ職人なってないです。違います。みんながボケるから仕方ない。花火、レベル17達成。ありがとうございます。変化ですか。確かにね。次はマジか。ということで、単リクエストで米の大喜利はいいね。あ、でもそろそろカラオケする。あの、米の大喜利はいいけど、あ、ちょっといいけどさ、いや、もう立派な職人なって記憶ないんですけど、ツッコミ職人のチーム米押し、なんだよそれ。女性よりタオパンチが効いた。パンチしたことないよ。こんばんは。どこに出しても恥ずかしくなったということよ。あ、ともの方ありがとう。こんばんは。米田コーヒー行きたくなった。いや、私も行きたいな、そろそろ。あ、月見。月見を。月見食べたい。乗りつっかよ、いいよ。芸人さんじゃない。ソファで巻き抜いて、壁で爪研いで、タムの上履きを隠すのが本来の。上履きも隠されてたの、スリッパ。気づかなかったな。こんばんは。あ、知らない。一回だけ食べたことある。でもなんか普通のじゃなくて、その時のやつがなんだっけな、なんかいっぱい練乳かかってるやつだった気がする。白い白のある、なんか違うやつだった。普通のやつも食べてみたいな。こんばんは。たまん、初音の方ありがとう。グラコロ、グラコロはもうちょい下げよう。食べたい、早く。大好き、グラコロ。スネリマは無人島生活や1ヶ月自慢生活で、よく浜口さんが小麦粉をちねって作った。あ、知ってるよ。知ってる。懐かしい。無人島で白ノワール。無理よ。甘すぎるでしょ、あれ。え、めっちゃ美味しかったよ、でも。ちっちゃいやつにしたのよ。なんか、でかいっていうのを聞いてたから。確かにちっちゃいのでも結構でかかった。懐かしいな。あれだよ、あの、ひなこのさ、卒業発表の配信あったじゃん、あの時、ショールームの。あれの前になんかね、何してたんだっけな、なんか、その前になんか、用事があったのかな。だいぶ早く着いちゃって。配信の場所に。だから、どうしようと思って、近くに小枝コーヒーあったから、小枝コーヒー行った。あの時、時間が余っててね。一人で行ってきた。あの時、初じゃないか、2回目ぐらい。初かわいのコーヒーはね、なんか、でもなんかお仕事ってきたな。ちょっと早めに出てモーニング行った。初モーニング。覚えてる？あの時の？中見
インさんでイモスターありがとうございます。はい、多分今日買ったもめっちゃ増えてる。28人、ミミさんとレッドブル KTM さん、2人とも今月もありがとうございます。ありがとうございます。前田コーヒーめっちゃ店舗数増えた。あ、そうなの。おめでとう。モーニング行った時はね、バナナジュース飲んだ。めっちゃ美味しかった。バナナジュース、モーニング食べてみたくて早起きしてすっかり行ったことない。モーニング、初モーニング1回だけだった。2度目の方ありがとう。こんばんは。ブラクロまで3ヶ月。いやー、もちあるな。これ食べたい。たぶんゴロゴロはオールシーズン。なんだよそれよく早くできたね。えらい。そう、その時早起きした。何があったんだっけな。その日に帰るんだったっけな、東京から。なんか忘れて、それかお仕事、いや、キャリーバッグを一緒に持ってた気がするから、でも覚えてないな。そう、早く起きて。小宮の豆菓子は必ずおかわりします。豆菓子食べたことない。いや、あるか。最後に言ったらめっちゃうまい。でも私はオーデーで小宮のコーヒー3回あるかな。3回、1回目がそのモーニング、2回目がさっき言ったあの白のワール食べた時、猫の卒業配信の前で、3回目がなんか出かけてご飯お腹すいたから、その時梅田コーヒー行って、なんかね、なんか何食べたっけ、ビーフシチューみたいなやつ。熱々ミルクだ、ビーフシチュー、これ食べた。めっちゃ美味しかった。でもめっちゃ熱かったもうほぼやけどしながら食べてた。初の方ありがとう。確かに今月月見か、食べなきゃな。いやね、ずっとね食べてみたいと思ってるんだけど。月見これロコモコってやつ、あ違うよね、まだ出てないのか。コメダコーヒー出ないかな。月見この子、あ、9月4日あさってから、お月見フルムーンバーガー、めっちゃ美味しそう。食べたいな。去年行こうかと思ってたんだけど、結局ねこの時期に。びっくりドンキー、びっくりドンキーの月見、なんかびっくりドンキーの月見なんかちょっと変わってたよね、確か。なんか X で流れてきて見たよ。クリドンキ、はい、あ、めっちゃ見づらいんだけど、てりたま、月見てりたまマヨバーグディッシュ、卵とこれ何周りにのってんの、ポテトサラダみたいなやつ。あ、卵サラダか。卵サラダと卵、卵黄が乗ってるんだ。卵イントネーション、え、これ美味しそう。月見チリとマヨポテト、めっちゃ美味しそうじゃん。え、びっくりドンキーも行きたいな、久しぶりに。あんま行ったことないのよね、びっくりドンキーも。美味しそう。ジョッキパフェとかあんの、でかジョッキ、絶対でかいで。びっくりドンキー最近行ってないな。行きたい。こんばんは。どうも。月見って10月月見は確かに月見やってるよ今どこも。あ、いちごウェルカ美味しいよね。飲んだことある。びっくりドンキーを何回だろう、行ったことあるの。4回ぐらいだあんまない、こんばんは。どうも。どうの話もお腹がすく、わかる。私もお腹すく私もお腹すく、自分で話しといて。ヤマケンさんにもさん、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。
まま、ま、君がつく食べ物は大体おいしい。わかる。この前さ、吉野家の吉野家のさ、なんか月見のやつ、卵とじのやつなんかあって、ね、それ月見って知らなくって頼んで食べたんだけど、めっちゃ月見って書いてたのに、なんか月見ってわかんなくて頼んだけど、なんか後で X でさ流れてきて月見だった。めっちゃ美味しかった。なんか月見チーズ牛丼みたいな、卵とじみたいなやつ。いやなんか美味しそうって思って写真見て、え、これにしようって頼んで、うん、月見だった。知らなくて、確かに卵乗ってたけど。びっくりドンキーのミルクティーは飲みますか？びっくりドンキーのミルクティーは飲んだことないです。お疲れ様です。お疲れ様。チーズ月見牛とじの、あ、そうそう、それ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 、死んで決めた。だから月見知らなかった。わわわ、それめっちゃ美味しかったよ。これくださいみたい。あ、そう、あ、なんかね、メニュー Uber したの。メニューしたメニューで頼む。だから写真で決めて、あの、知らなかったこんばんは。どう、びっくりドンキーでモーニングしたことないよ。モーニングは米田だけかな、あとマックぐらいないですね。明日空いてる？明日か、ちょっと厳しいな。配信しなきゃかわわの月見食べても月見ない、月見ないと思う。月は、月見はいいかな。じゃけんだよ。え、怖いよ。月見牛とじ丼、ネギラー油、月見牛とじ丼、月見牛とじ丼。あ、ネギラー油とかもあったの、知らなかった。チーズ。びっくりドンキー連れて行こうと思った。びっくりドンキー、あわあわ、いつか一人で行くよ。朝マックで泣いた。朝マックか。朝マックはあれかな、あのなんか卵入ったやつ。なんだっけ。エッグ、エッグなんちゃらみたいな。レベル18達成、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。おととい空いてる？おととい、おととい感も過ぎちゃったな。あれ、エッグマクーヒンだっけ。あ、ベーコン、エッグマクーヒンかな、ベーコンかな。え、なんかベーコン、いや、ベーコンじゃないな、なんかさ、あの、卵とソーセージっていうのがバーグみたいな、あ、入ってる、うん、あ、ハッシュドポテト、確かに朝バッグはハッシュドポテトが一番好き、私。ハンバーガーよりハッシュドポテト一番好きかね。美味しい、めっちゃ美味しい。あ、ソーセージコーヒーか、あれ略しすぎちゃう。わかんないわ、朝マックの。マックだとベーコンポテトパイが好き？あ、違う、あれ期間限定だね。あー、もう美味しい。マックのパイ好きだね。あの、揚げてあるのがいい。マックのパンケーキ好き？パンケーキ？パンケーキ？いや、あの、ハッピーセットのやつ。あれかな。あれ私も好きだよ。ちっちゃい頃はハッピーセットでよくあれにしてた。ミニパンケーキ、あ、めっちゃ美味しいね。あ、違うんかい。朝マックの方、あれ食べたことないな。俺には夢がある。一度いいからびっくりドンキーで3食食べる日をしたいな。ドンキー世界、ドンキー世界一愛してる。食べないよ3食。きっとすぐ叶うでしょ。マックケンタモスバーゴン投げた同時に食べ比べしてみたい。マックケンタ、うん、ケンタッキーとモスバーガー食べたことマックしかないかも。ナゲット食べたことない。よかったもず29人、幻さん、こんにちは、ありがとうございます。あ、いや、違った。たぶん、たぶんそれに付き合って、付き合えて、よわ、ちょっと考えとく。サムライマック、あ、なんか前食べたよ、一回。なんだっけ、なんか食べた。
忘れちゃった。でも忘れちゃった。ふざけんな。え、怖いよ。ジャンク好きすぎ。え、ジャンクフード？あ、美味しいじゃん、ジャンキーのは。考える、まあ考えるだけね。一回考えてるな。ヘタナゲット、あ、さすがヘタナゲットの天のかなって感じ。今度食べてみようかな。月見も食べたいし。ごめんね。いいよ。いいよ。喧嘩か。喧嘩しませんよ。やってくださいよ。ダートびっくりドンキは同じぐらいなの。ドンキ大好きだな。ダーさんが覚えならびっくりドンキじゃなく、徐々に連れていけないんだろ。言ってない。90円。徐々に行きたいけどね、また。たまたま入っちゃう。何たまたま入っちゃうって。何を。なんかカラオケ歌おうかな。何がいいと思う？何がいいと思いますか？やっぱひなこちゃんが許可たまと連絡取る。あ、なんかさっきコメント見たわ。あとで来週やってみる。ああ、さっき横にしたの。薄い。私がちょっと触ろうがね。なーにも、目開けない。無視。すごいね。ジョジョやん、なんか違うよ。びっくりドンキ世界一愛してるって結構ガチで、結構ガチで。 LINE のトップがチーズバッグでやばいね、超好きじゃん。そう、わーどう？ひなこちゃんに連絡、ちょっと後で LINE 開くわ。今携帯充電してて、ない近く。あわ。強敵リフレイン。リフレインする。チーム米倒し。なんだよそれ。うん。何しようかな。お疲れ様です。お疲れ様。こんばんは。大丈夫か。死ぬ前に食べるのびっくりドンキーって聞いてんの。好きすぎるだろ。早く食べなよ、1日3食びっくりドンキ。人はその上すぐに叶うよ。ハンバーグとガストのチーズインハンバーグ、あ、ガストのチーズインハンバーグ美味しいね。こんばんは。キブブ的リクリーン、なんだよそれ。タミーさん今日は何分まで配信。タミーさん誰ですか。今日は1時ぐらいまでするよ。長めに、遅めに。米米の涙。ブブですの空。ブブさん、ブブさん、そんななんかいっぱい曲出してたの。ドライングガーデン、ドライングガーデンって何？あの、でしょ、こんだけ好きなびっくりドンキーと同じぐらい愛してるってどうのこと。めっちゃ好きで、確かに、確かにね。びっくりドンキーと同じぐらいなの、そんなに好きな。嬉しいよ。デニーズのハンバーグカレーの、デニーズ私行ったことないね、多分。確かなんや。2度目の方ありがとう。こうはブブーローテーションね、それ。チーズハンバーグ、あ、ジョイフル、ジョイフル美味しいね。爆飯知らないの。爆飯ってなんだ。え、わかんない。ラブブトリップ。見づらいよ。ブブ声ダイヤモンド。なんだよそれ。いいんだよ、ブブは。フライングガーデンは北関東を中心にやってるって。あ、そうなの、知らなかった。初めて。どう帰ったら、そう、あ、確かに爽やか。私も行ってみたいな。待ち時間やばいらしいけど、いつか行ってみたいね、人生で一回は。サステナブ、久しぶりのブブグロス。いや、いいのよ、ブブはもう。何にします、何がいい。あと、ブブ以外でお願いしますよ。初見さん、コメントありがとう。こんばんは。えーより、ブブくん、いいんだぜ、ブブは。いいの。松本の方ありがとう。こんばんは。バーカーハンバーグ、確かに静岡しかないもんね。静岡行ったことないのね、私。待ち時間見たら行きたくなくなる。確かに、待ち時間やばいって聞くもんね。あ、
爽やか。いつかは言ってみたいけど。中央プレジェント。それもブブなんだけどな。ブブはもう良くない。そうブブもうダメ。おい、いいよ、いい。もういい。何にしようか。何がいいの？アミさんファンレベル12。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ダブルドール歌えるか、私。2番思うかない。今日もじゃあ、全曲目、シルプレゼントしようかな。シルプレゼント。ちょっと。お、米。大声じゃない。大米。米じゃん、それ。有楽シンパシー。まぁ、ちょっと、一旦これ見る。あ、あとでファーストラブ。ファーストラブブーいいのブーブはレンガーデンの爆弾え、でかいってこと？レンガーデン知らないよ。明日朝早くこの後で落ちる。またね、またね。よいしょ。シュープレゼント、よいしょ。うん、ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。サマードライブブブいいんだけど、もういいよ。先生、私が大凶やったら人のとこにちょっかいかける女下流しにします。先生、私が大凶やったらやたらの友達だよってごまかせると人から電気を流します。病気でバイバイバイ、ゲルが大事なさい、何もないけどさばきたいでしょ。ワンテンシーだてて大統領になったらね、まずは君を捕まえるね。濡れたタオルで洗いざらい隠せるね。ダメですかあの女、ダメですかそうですか。ロマンスの不祥事
やっぱ音楽好き。お疲れ様です。お疲れ様。ブブテンって何よ、ブブテンって。いや、たくさん雲ありがとうございます。日焼けのやつも。なんか日焼けのやつは1500個達成したら、クオカードペイが、みんな500人じゃない、間違えた。500円分。混ざっちゃった。500円分もらえるらしい。らしいです。これさ、各ブロックのランキングってどうやって見るんだろう。なんか、これ各ブロックで、各ブロックじゃない。なんだっけ？各ジャンル？あ、これ違うか。ん？それ次のやつか。もうわけわかんなくなっちゃってる。各ブロックランキングはこれ違うわ。これあれだ。あの、小ランクで変わるやつだ。わかんなくなってた。ジャンルのやつがあるの、次のイベントか。わかんなくなってた。タレント、それ違う、間違った。あの、なんかね、次の、思いを願いを届けイベント。これなんかね、ジャンルのやつがあるはず。ジャンルごとの。あ、なかったっけ？あれ？え、違う、各ブロックだ。あら、私何を勘違いしてるの？あれ？あれ、なんかなかったっけ？ジャンル。あ？なんかなかったっけ？もう、わけわかんなくなっちゃったな。え、難しい。なかったっけな？ジャンルごとになんか。待って、それ、1位になったら、なんか、もらえますよ、みたいなやつなかったっけ？もう、わかんなくなっちゃった。ほら、ありがとう。ありがとうございます。もう達成したかな？ 1500 個。ありがとうございます。たくさん。今日はありがとうございます。100個。なんかね、あれだね。あの、牛タンランキングあるのは、溶けたやつと氷のやつと、虹のやつ。この3種類です。です。今、溶けたクマ、溶けクマは、何人いるんだ？どこにいる？あ、わかんないよ。どこにいる？ありがとうございます。あ、開いたわ。49位だ、49位にいる。ありがとうございます。氷のやつも、参加中になってるから、ちょっとどっかに。これ22位だ。ありがとうございます。割と上の方いた。ありがとう。はい、ね。こんばんは、とも。どうも、どうも。火曜日になった。あ、ほんとだ。続け。いつの間にかまたいると。こんばんは。ルールね、難しいよね、これね。いろいろあって。なんか、ジャンルのやつ、私どう、うん、わかんないや。関係ないか、ジャンル。難しい。こんばんは。氷日焼け1000個分。氷日焼け1000個分、私。ありがとうございます、たくさん。ん？あ、氷1個が日焼け1000個分ってことか。あ、今日、今日わけわかんなかった。夏物の方ありがとう、こんばんは。多分、日焼けのクマ達成してるから、できたら、氷か、氷じゃない、溶けたクマ。50ボルトね。そっちの方が嬉しいかも。溶けたやつ。疲れる。そういうこと？え、疲れてないけどな。たくさん寝ましたけど、今日も。どうもワンと。うん。溶けクマ。50ボルト。もう、ちょっと厳しかった。日焼けでも。うん、ヤシさん。ありがとうございました、たくさん。溶けクマ。ありがとう。うまみさんファンレベル11、ありがとうございます。こんばんは、どうも。たまって基本寝てるから疲れることない。え、疲れますよ、私も。疲れる。なんかでもさ、逆にさ、いっぱい寝すぎた時ってさ、なんか、寝起き、なんか、疲れてない？寝すぎたら。ない？こんばんは、どうも。溶けたぶ？これ私？でもなんかさ、今回の言うと全部さ、なんか説明みたいなのついてて。
けクマはなんか熱すぎて溶けちゃったクマ、私だね。え、わかんない、いっぱい寝すぎた時なんか寝起きだるい。よかった、めんど。31人、レントさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとう。2度目の方ありがとう。クマは 寝すぎて疲れあるよね、きっとね。寝起きは基本コップ一杯の水を飲む。確かに起きたらすぐ飲むかも。喉乾いてる。日焼けたのはいない。日焼けたくない。こんばんは。頭の方ありがとう。どうも。なんかリップすぐ落ちちゃうな。もう一回塗ろう。行ってみたい。逆に寝すぎた時しんどい、疲れる。行ってみたい。いっぱい寝たいです。うん、ほら、ありがとう。ジュース飲まないんだけど、その家で飲むときはたまに買ったりするけど、ジュース、まあ、たまに飲みたくなって、最近なんかコーラハマってたからコーラたまに買ってたけど、お水なの家にいるときは。あつむの方ありがとう。ごはんほら、毎日出ます。もうタマクちゃんにばっかりしてて分かんないの。水はよく飲むから。どういうこと？たまにダイエットペプシ、ダイエットペプシ飲むの。フレングガーデン鉄板の上でハンバーグ2つに割ったりと、あ、そういうこと、似てるんだ。そうだ、いいか、このぐらいで。さっきもこのぐらいで塗ったんだけど、気づいたらなんか見て薄くなってた。こんばんは、初見です。絶対に違うな、初見までないぞ。ほら、ありがとう。ありがとうございます。ひまわりが、ひまわりじゃないか、お花のマリクアントのやつ、マリクアント、あのお花の形のあのお店ブランド。食べて、バーガーキング食べたことある。おいしいらしいが食べたことないかけ。バーガーキングは1回だけあるね。1回だけ、もう一回来た。バーガーキングめっちゃ美味しかった。その時に食べたのはなんだっけ、なんかシュルームバーガーみたいな、マッシュルームみたいなこんなやつ、キノコいっぱい入ったやつ、めっちゃ美味しかった。それオニオンリングも食べたっけな、ポテト食べたっけな、今日忘れちゃった。オニオンリングかな。でハンバーグはなんかそのキノコのやつ食べた。期間限定だったからもうないか。期間限定だったっけな。でもそれもよくわからない。ちょっとバーガーキング、めっちゃ美味しかったよ。一回だけしか行ったことないけど、また行きたい。バーガーキングはちょっと高いのよね、でも。また行きたいなと。よかった、まず32人、打ち上げさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。初見です、違いますよ。こんばんは、こんばんは。今日初見です。今日初見はそうだけど、ドムドムバーガー食べたことないよ。ないね。肌も日焼けした。え、私日焼けした？嘘。全然実感ないけど。安心してください、初見です。なんだよ、これ。ほら、ありがとう。ありがとうございます。今度おごるから一緒に行こうね。考えとくわ。一旦ね。こんばんは。1990円。え、そんなやつあんの？高っ。こんばんは。期間限定じゃなかったっけな、マッシュルームバーガーみたいな。めっちゃ美味しかった。また行きたいね、あのバーガーキング。うん、風とミトさん、氷クマタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。日付変わったので初見、わー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 。風とミトさん、ファンレベル20、ありがとうございます。ありがとう。あと花火も上がってるわ。これもレベル20達成、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ムカつく？なんでよ、なんでですか。今日は初見はつこい、今日初見はつこいぜ。今日初見はね、もうギリギリのラインよ。バーガーキングってどこにあるの？周りにはマックしか見たことない。バーガーキング店舗少ないけどあるよ。お疲れ様です、お疲れ様。
考えないで感じるんだ。何を言ってんだ。バーガーキングアプリのクーポン使った、アプリのクーポン使った、その時も。そう、ちょっとまあまあちょっとね、いい値段しますから、バーガーキングは。夏3日風とミートさん、今日は浴衣着ない。いつもの方ありがとう。こんばんは。どうもありがとうございます。秋葉原周辺あるんだ、結構。なんだっけ、氷クマよりかな、氷うん、よかった。まず34人、ヤマケンさんとポコポンスさん、2人とも本日もありがとうございます。ラッコさんがフォローしました。外したないかい。あつもの方ありがとう。これどうやって書こうか、まずクマさん、こ、氷か、雪、自分の分にしようか。35人、まあ一家さん、こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。初音の方、ありがとう。こう、どうしようかな。気づく、鼻から。むずい。氷。なんかあとダイヤのマークみたいな。1年ペンの大会見てたんで、もちろん多分見てた。 LGS 見ましたよ、そりゃ。 SSG で優勝してた。こんばんは。どうと、風とみとさん、氷くまタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。氷どう、ピントがね、合わないね。氷くまたどう、今日これから練習するわ。氷くまた、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとう。どこが氷なのか、むずい。鼻水出てるじゃない、見てよこのギュート、なんか鼻水出てるから、それです。いやー難しいね、氷。難しい、これ限界ですね。練習すら、これからね。鼻水、そう、キラキラしか見えない。なんかこのゲット、なんかキラキラついてるじゃん。だから立方体描く、立方体描いたらいい感じになる。花火は上手だった、花火だけうまい。立方体、立方体、立方体飲まないね。移動舞台見えるか、こう。むずい。ありがとうございます。角砂糖。
そんなん言うたらむずいよ。クマシュ、あのポケモン、確かに。ファンじゃないの。許可とむず36人、ジジョさん、今月ありがとうございます。ありがとう。はい、ね、ここのキラキラ、そうよ。書いてる、キラキラあるじゃん。初見さんコメントありがとう。マジマジ。コメントありがとうございます。こんばんは。JR の字が綺麗だった。JR って言うな。一尺ね。一尺やばい。頭の方ありがとう。こんばんは。光沢を書く。光沢？どうやって書くの？あ、光沢細い方がいいか。光沢。ことじゃない？コウタクって難しい。キャカタムズ37人、サバババさん、今月はありがとうございます。ありがとう、フォローもありがとう。ありがとうございます。記念すべき第1号、コーリークは第1号よ。ありがとうございます。3日目してやっと入園できました。キャカタムズって幼稚園だったの？あ、ね、でもリポーターにコーリーって入れるの。文字書いちゃうのもいい感じ。本当に熊好き、嬉しいよ。この夢と熊だらけ可愛いですね。キュートが同じくは違いますよ。確かに漢字で氷って書いたら鉄板。いいよ氷。熊のおでこに氷、うん、なんでおでこに書くの？肉みたいに書くの？このね、あれ、あのギフト特典のやつもクマあるからね。溶けたクマがなんかショールームグッズで、5位までなんかクマのぬいぐるみがもらえる。6位か8位はスケッチブックらしい。ギフトランキング狙うんだったらクマのやつは5位以内狙いたいな。じゃあスケッチブックはちょっと2個いらないかもしれない。たくさんいらないかも。そんなに結構あるからね、あれ1個で相当噛み合って、あれ分厚かった。結構よ。代わりになったクマが、あ、スタバかな、スタバのギフトカードで、晴天クマ、虹のやつがフルーツのカタログギフトかなですか。もう漢字で氷具合やだよ、やだ。ナイスアイデアと天才と動画と。スケッチブック何に使おうかな、どうしよう。有名コーヒーショップ、スタバよ、スタバ。スタバですよ。有名コーヒーショップ、大体スタバショールームのやつ。最近スタバも行ってないんだな。スタバの新作飲みたい、なんか美味しそうなやつだった気がする。見てないけど、なんか美味しそうなやつだった。我慢の人に氷賛成、なんで賛成なの？いいよ、いい、かわいい、あれですね、あいつです。グランツさんたくさん、日焼け子もあるってます。あれと今だったっけ、スタバの新作。スタバ新作、あれスタバって今さ、イチゴやってんの？ストロベリーフラペチーノ、あ、これやってるんだ。え、飲みたいな、いちご。お塩のこと、これ飲めた。今パインか、サンシャインパイン、サンセットパイン。もうなんか最近さ、新作浮いてなすぎて全然分かってなかった。何も違うの。美味しそう、どっちも。次のやつが見たいんだよね。あ、4日からこれだ、焼き芋香ばしカラメルフラペチーノ。絶対に美味しい、絶対美味しいよこれ。え、絶対美味しい、飲みたいこれ。9月4日ね、あさって、日付変わってるから明日か。飲みたい。
え、最近スタバ行ってないのよね。そろそろ行きたいな。パンプキンスパイスラテもいいっすよ。うん、グランツさん。日焼けじゃない。溶けくま、たくさんありがとうございます。あと、許可ともず。38人、グランツさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あつもの方もありがとう。こんばんは。こんばんは、初見さんコメントありがとう。こんばんは。焼き目とコーヒーは別々に食べたい。え、これ美味しそうよ。コーヒー。フラペチーノは、そんなコーヒーにないよ、きっと。フラペチーノ。焼き芋香ばしい。香ばしいカラメルっていうのがいいね。カラメル大好き。なんかフードも見たいな。いいね。秋は、美味しいものがいっぱい。私あれ、毎年さ、去年食べたかな？置いてないけど。あの、モンブランが好きなんだよね、スタバ。モンブラン大好き。スタバのモンブラン美味しい。食べたいなぁ。行かなきゃなぁ。最近行ってないから。これは行こうかな。二度目の方ありがとう。スタバは悪い気分だもん。家でお茶飲む。家でお茶飲むの。行かせてよ、スタバ。こんばんは。どうかな。焼き芋好きそうな顔してる。初めて言われたよ。どんな顔。うん、グロマンさん、たくさん溶け込ま、ありがとうございます。ありがとう。あいつね、いいじゃん。こんばんは。うん、グロマンさん、ファンレベル20、ありがとうございます。あいつ、ありがとう。あ、たくさんだ。ありがとう。お、ありがとう。こんばんは。食欲の、食欲の秋を、それはもちろん、なんかいろんな、なんちゃらの秋あるけど、私は食欲の秋を。秋、美味しいものいっぱい出る。幸せですね。初音の方、ありがとう。こんばんは。私、オールシーズンなの、食欲。やば。あれじゃない、フロマンさん。タワーじゃないですか？そうだよね、きっと。そうだよな。タワーだよね。ありがとうございます。フロマンさん、溶けくまタワー。ありがとうございます。ありがとう。あと、花火も上がってたよ。上がってた。おう、グランツさん。でかいの来た。虹くま？晴天くま？虹くまでいいか。晴天くま。晴天くまでか。晴天くまとは、ありがとうございます。ありがとう。グランツさんもありがとう。ありがとうございます。花火何が達成したんだろう。レベル 22?23 もきっと達成してるね。ありがとうございます。ありがとう。手心が試される。かせてよ。次、溶けたやつね。うん、花火レベル23達成、ありがとうございます。ありがとう。溶けたやつ。虹は、まあまあまあ、虹の方が描けそうじゃない。溶けたやつね。見ながら描くか、ギフトのやつ。クマの違い表現。溶けたよ、得意って聞いた。言ったことないよ。ロマンさん、溶けくま、溶けたくま、溶けくま、溶けくま、溶けくま、たま、かけるかな。緊張する。なんか耳とかも溶けてるのね。むずいな。うん、私の火力がちょっと足りないかもしれない。目もなんかいつもと違う感じ。
あ、もう塗りつぶしちゃったらちょっとあれだな、怖いね。なんか溶けてる感じじゃなくて、なんか嫌な顔してるクマみたいになっちゃった。むずい。どうしたらいいんだ。溶けクマ。嫌な顔してるな。わわわわ、いいかな。あ、かわいい。お、めっちゃランクアップしてる。23位。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、フラマンさん、竹くまタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。なんか、いや、嫌な顔してるみたいじゃない？トケクマ、どう？どうです？よいしょよいしょ。どう？え、でも可愛いよね、きっとね。どう？トケクマ。なんか、嫌な顔してるみたいじゃん。ありがとうございます。ありがとう、トケクマ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。具合悪そう。確かに。わーわーわー、いくない？血が出てるって、そんなことない。溶けてる。微妙？なんかいつも死んだ目指してるんで、珍しくいくたびは確かに。いや、これさ、塗りつぶしたらさ、なんか、怖くなりそうだったから、顔。だったから、こう、塗りつぶさなかった。溶けてるってより。蜂蜜かかってる、これ。溶けてん、溶けなんとも言えない。難しいね。きっとこれから甘くなります。これからです。伸びしろってことよ。ごゆくもありがとう。こちらこそありがとうございます。難しい。ショールームのギフトのやつって、いやー、エゴからある人羨ましいよ。ナッツさん、ナッツさんは晴天クマ。晴天クマは虹に乗ってる感じか。虹に乗ってるんですね。晴天クマ。あわ。虹に乗るのめっちゃむずいぞ。ちょっと待って。虹。クマ全身。かけるかな。かけるかな。書いてみるか。いや、頭でかすぎないか。大丈夫。顔はいつも通り。
なんかなんかギュートのクワよりもなんか横に大きいクワになっちゃった。難しいね。あ、なんかあれネクタイつけようかな。グランチさん、晴天くまたわ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。晴天くま。え、なんか太っちゃったくまさん。ギフトのやつより。でもいいんじゃない？でも。まあまあまあ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。晴天くま、ありがとう。ありがとう。どう？くまちゃんありがとう。こちらこそ。あいつます。うまい？絵心を。いや無理、私にはないんだから。こんばんは。どう？あつもの方、二度目の方、ありがとう。キッシーさん、ファンレベル11、あいつます。ありがとう。うん、パンダピレベル24達成、あいつます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。水の絵で終えたけんサインになったって聞いた。なったことないよ。無理よ。これはちょっと、あ、本当に？ネクタイ。ネクタイ。これなんかギフトネクタイつけてたから。ピントが合わないね。ピントー。雲のネクタイ。一応。え、なんかでも、ギフトより太っちゃった。ありがとう。上手？本当に？よかったよかった。コアラじゃない、クマだろこれは。あ、これ一番なんかみんなの間ね、反応がいいわ。はい、よく描けてる。クマちゃんありがとう。こちらこそ。読んだっけこれ。2回読んでるか。これ花火っていつ？これなんかね、レベル達成で上がるんだけど、次は25万ポイント達成で、あと3万ポイントぐらいで上がります。あれだね、なんか、そう。レベル達成したら上がっていく。全部で40まである。あなたのがまさか上達すると、明日は雪でも降るのか。どんだけ下手だと思われてる。かわいいわ、正義。あれだね。よかったよかった。わわ、私、時くんは結構好きよ。この。これ。わわ、この目が。この目。この目がまあまあ。ピントが合わないね。これ。時くんは。難しいクマ。ショールームのギフト、毎回全部むずい。あれ歌ったかな？ファーストラブさっき歌うって言ったよね。ここに、なんかさっきネッシーいつの間にか持ってきてた。私いつも持ってきたっけ。ネッシー持ってきてた。あれもトケクマ好き。え、かわいいよ。きっとかわいく描けたと思ってるんだけど。トケクマ。でもどれもむずい。今度俺が絵の上達の仕方を教えに行くね。いつ空いてる？え、ちょっと。いつだろう。来年かな。来年かな。ふざけんな。だけな。ほら、あの平田由紀ちゃんと、あれね、成人式、二十歳のさ、一緒でしたよ。同い年とか。二度目の方、ありがとう。こんばんは。ケクマの目、え、ブブに似てる？嘘。ブブさんね、起きたらついてくるけど。爆睡してます。つけました。かわいそう、起こすの。気持ちよさそうに寝てる。起きてて。最近さ、夜配信してるとき基本寝てるから、連れてこれないのよな。ブブっていつもムスって顔してる。そんなことないよ。かわいい顔してます、いつも。いつもかわいい顔。か
可愛いんだからな、ブブさんは。寝起きめちゃくちゃ可愛いからな、ブブ。寝起きお腹空いてるから、空いてるからね、めちゃくちゃ甘えてくる。寝起きが可愛い。可愛い、あえてね、ありがとうございます。ファーストラブいる。ブブっていつもブブって顔してる。どんな顔よ。何タムと同じで国宝級の可愛さ。本当に？思ってんのか？今起こせば寝起きが、まあそうだけど、今ちょっとねお腹空いてないから。
ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ちらこまはどう？みんなパチパチありがとうございます。ありがとう。あと、あずささん、レインボースター、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。やけくま、どう？なんだっけ。とけくま？みなさん、ありがとうございます。たくさんありがとう、みんな。あ、グリッター、そうそう、あの、そう、なんだっけ。そう、金の方が、50% 上がるんだっけな。その、ジャンル別のさ、ランキングってあるじゃん。年間、月間のやつ。月間もあるよね。なんか月間も、あ、そう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 。あ、年間、月間？ん？ん？全期間？全期間違う。年間と月間が、あの、ゴールドグリッター。ゴールドグリッターだったら 50%？ 50% 上がる？ポイントが。なんかさ、ランキングでさ、年間月間のところはさ、紫の字でさ、カッコプラス、なんか書いてあるじゃん、数字が、カッコで。これが、キングリッター、ゴールドグリッターで上がってるポイント。ってこと。グリッターってずっと有効だと思う。あの、月間は、その、毎月変わるけど、年間は、え、そうだよね。年間は、有効だと思う。そう、なんか銀はないのね。なんでか。なんでか分からん。グリッターって理解してないけど、そういうこと。でも、あの、イベントのランキングには関係ない。その、ジャンル別のランキングだけ。月間と年間。週間も関係ない。月間と年間だけ。今何個のキャンペーン同時進行？キャンペーンは1個かな？ああ、なんか、ライバー王っていう大きいくくりで言ったら1個だけど、ライバー王と、ジャンル別のやつが、私だったらタレント。で、あと、ファンの方の最強ファンランキングだっけ。最強ファンランキングってやつもあるし、かな、3つかな今やってるの。そうだよね。ファボキュンとかあってたもん。10月だから。ファボキュンは10月だ。で、修羅の道行ってても10月4日だから、まだ、3つです。そこが、そうだよね、むずいよね。ありすぎて。あつもの方ありがとう、こんばんは。そう、なんかいろいろやってんの。イベントも、これもなんかね、ライバーに連動してて。10位、3位以内に入ったら、なんか、あるんですよ。その、ライバー王のギフトがもらえるんだけど。ライバー王のさ、無料ギフトが、あ、対象のギフトを加算されるんだよ。もらえるんじゃない。勝手に加算される。総合3位までが。1位だったら1000個、2位だったら700個、3位だったら400個、加算されるっていう、イベント。だから今回これ出てる方めっちゃ多いの。そう、ボーナスつく。ちょっと、ネッシーには書いたもん。1000個。そう、1位だったら1000個加算する。無料ギフトだからあれだもんね。そのさ、1人がさ、投げられる上限があるじゃん。その、まあ、買うこともできるけどさ、なんか、あの、なんだっけ。なんか、ショーゴールドの購入限定パックで買うこともできるけど。なんかな、でかいよね、1000個。1日1個しか売らない。そう、そういうのは。イベントライバーはショールームアワードはそう、でもずっとやってるショールームアワードは。ショールームアワードは、と各ジャンル年間1位だったら、あの、絶対に出れるっていう。年間で1位だったら。ブラックステラっていうのをもらえて、そのブラックステラの表彰式をショールームアワードでするから。今私年間3位だったかな。確か。1000個だと1000個だとでかいよね。そうね、ライバー王に俺はなる。海賊王です。そういうのがあるんですよ。だからこれだって私今23万ポイント、結構さポイントさ、え、
まあ、1日目を初日でいっぱいいただいてるのにさ、まだ23位っていう、今回超激戦ですね。1位の方263ワンポイント。やばすぎる。頑張ってください。頑張ります。ありがとうね。ふぐさん。えらい。ちゃんと、縦になってない。縦になったら椅子で引いちゃうから。ふぐさん、でかいから。よいしょよいしょ。待って待って、夜配信1回だけ？夜配信、だから明日からは2回から。知らなかったよ、ギフトの時間決まってるの。だから、夜配信か。明日、18時から10時だよね。その間で1回しようと思ってる。思ってますよ。知らなかった。仕方ない。明日から。明日からちゃんとする。出せてよ。なんかあと1曲ぐらい歌おうかな。最後の曲の前に。何がいいと思う？何がいい？マジでギフトの時間を見てね。知らなかった。10個貯めてから投げた方がポイント。あ、そっか。10個貯めてからのがいいのか。確かに。2度目の方ありがとう。このは多分早起きしないとね。やばすぎ。18時から10時の間配信するの早起きしないといけないの。やばすぎるよ、私。いや、起きてるよ、さすがに。任せてよ。ライバー王にポイント？あ、そうだ、ライバー王は、あ。でもライバー王のギフトってさ、このイベントでさ、なんかポイント入るのかな？ライバー王のやつは個数なんだよね。獲得個数。これってなんか、ポイント入るのかな？イベントには。わかんないよ。ライバー王自体の予選と、ジャンルのやつは個数だけど、そう、ライバーはポイントないけど、イベントにポイント入るか分かんない、そのライバーのギフトが。任せてよとか言うほどのことじゃない。いや、起きてるってちゃんと。大丈夫大丈夫です、安心してよ。起きないのか。昔は10個で言って、今もあるよね、きっと。このギフト私がお休みだと思われてる。起きてるから。起きちゃうんすよ、そんな。大丈夫。何言った？何がいい？何がいい？何がいいと思いますか？18時から21時は一番眠いよ。起きてるよ。大丈夫で、大丈夫、どういうことで大丈夫で。何する？何がいいと思う？え、バーギターかでポイント、あ、ポイントつかないんだね。イベントにも、こっちのクマのやつにも愛されないんだ。じゃあ大丈夫か。起きてるから大丈夫？いや、起きてるよ、そりゃ。起きてる。大丈夫。初音の方ありがとう、こんばんは。何がいいと思う？あ、サステナブルにする？サステナブル？起きたわ。あ、起きた？寝てた？おはよう。おはようございます。こんばんは、どうも。どうやると？いや、起きてます。ブブはまだ寝てますよ。なんか最近夜配信の時間ずっと寝てるわ。少し寝てたってこと？おはよう。こんばんは、どうも。あ、友の方ありがとう。ステナブル入れるね。さあ。どうだっけ、これ。あ、ちょっと。起きてても忘れてる可能性もなきにしもある。いや、やりますよ、明日からちゃんと。その時間しか投げるなんて。こんばんは、どうも。もう20位です。ね、嬉しい、ありがとうございます。今回もなんかめっちゃみんなポイントやばいね。やばい。よいしょ。ステナブル。あれ、まだ再生ボタンが押せない。あ、押せた。よかった。
見です。いやー初見だわ。リンゴさん、ありがとうございます。あえてね。ずっと。パチパチありがとう。ありがとうございます。あ、ゾムの方ありがとう。こんばんは。こんばんは。初見さんコメントありがとう。こんばんは。どうも。みんなパチパチありがとう。ありがとうございます。最後の曲入れますか。ヤッホーヤッホー
止めの方もありがとう。アメさんファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。ずっとブーでいたい、ずっとブーでいたい。なんでそれ。今日買ったもんです。40人。ワッキーさん今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。名前覚えてる？名前覚えてますよ。覚えてるよ、そりゃ。ビリーバンバン。ブリンバンバンね。初音の方ありがとう、こんばんは。最後の曲。寝るか。はい。これが10倍とかになるんだもんな、すごい。あ、ファン、ニーズ。はい、どうぞ。チンとギター、アーザモンテ、元気、禁止、あちらモンテ、ファンスク、意識、こんなのモンテ、ないです、無理です、それ汚いです。え、ライバル口を揃えて、うん、ライバル口を揃えて、バグレ、バグレ、認めずって、マジで、クローム全部ダメで。イサミ、イサミ、ヤイヤイヤイヤ、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、出力を張って知る前に、アイテムがバグレで暮らし、アンガキューカート、ブリンアピン、アイキャーカイタータピカチ、アイカウタピしてる毎日。テルナの光、色のもの、愛すように愛し、俺パッと見てきない、いいことばっかり言ったけど、ブリンアピン、アイキャーカート、アイキャーカート、周り、目が舞ってる、活速友達、もう反則的立ち位置の俺、任せとけばいい。公開しない、もう大衆ない、ちょっぱって飲ましない。2度目の方ありがとう。こんばんは。どうもどうも。よいしょ。こんばんは。よいしょ。プリン食べたい。わかる。私もプリン食べたい。最近食べてないの、プリン。プリン大好きなのに。プリン。私も食べたいの。こんばんは。みんなパチパチありがとうございます。こんばんは。そうそう、ランキングもかな。じゃあ13位からランキング見ますね。13位、メルキュールさん、ありがとうございます。12位、あずささん、ありがとうございます。11位、アラカトルさん、ありがとうございます。10位、クプーさん、ありがとうございます。
9位、スペスラノベさん、ありがとうございます。8位、キヨナチさん、ありがとうございます。7位、安藤信康さん、ありがとうございます。8位じゃないね、戻っちゃった。次6位だね。6位、アミシさん、ありがとうございます。5位、キッシーさん、ありがとうございます。4位、ヤスさん、ありがとうございます。3位、風富人さん、ありがとうございます。2位、フラマンさん、ありがとうございます。そして1位がグランチさん、ありがとうございます。ありがとう、はい、ありがとうございました。ありがとうありがとうございました。どうもありがとう、遅くまでありがとうございました。初音の方ありがとう、こんばんは。明日の配信は、明日はお昼1回やって、で18時からさ10時までじゃん。え、そうだよね。ほら投げれるの、お昼1回やるのと、え、18時から10時までだったよね。9時59分だよね。だからこの間で1回やろうかなと思ってる。で、夜配信もう1回やって2回やろうと思ってます。明日からですかね、やろうかな。2度目の方ありがとう、こんばんは。全部で3回やろうかなですかね。あの18時から10時までの間で1回するわ。まあ、明日はちょっと配信時間決まり次第、ファンルームと755でお知らせします。今日もありがとうございました、遅くまで。お昼起きるのこの時間から寝て。起きれるよ、任せてよ起きれる、起きますよちゃんと今日も楽しかった、さよなら、食ってよじゃあ今日は終わろうかな。たくさんありがとうございます。今日24万ポイントたくさんありがとう。23位、ちょっとこのイベントめちゃくちゃ激戦なんですけど、ちょっとライバーを目指したいから、できるだけ3位以内に入れるように頑張りましょう、みんなで一週間ありがとうございました。また明日の配信で、おやすみなさい。ありがとう、また明日、おやすみ、また明日。